あらゆる地獄でののゆ鬼神戸温泉は、宮城県北西部、大崎市の北にある温泉群。競技の鬼神戸温泉には数軒の温泉宿泊施設と、一軒の共同浴場その他、吹上高原キャンプ場や、デイサービスセンターがある。周辺にある吹上温泉、轟温泉、宮沢温泉、三滝温泉など、複数の一軒や同温泉を含めて、 鬼神戸温泉郷と呼ばれることもある。また、鬼神戸温泉郷自身も、鳴子温泉郷の一部として紹介されることもある。吹き上げ温泉は、間欠泉があり、10から15分ごとに高さ15メートルから20メートルの間欠泉が吹き上がる。また、地熱が非常に高い地域であることから、地獄地帯が点在しているのも特徴。鬼神戸温泉街から北の山側に行くと、 吹上地獄谷、片山地獄、奥の院地獄、荒湯地獄、オスカマメスカマ完結線などがある。吹上地獄谷では、川沿いの遊歩道のすぐ側から接し100度、近い高温泉が、次々と湧き出てきている光景を見ることができる。荒湯地獄は、野湯としても有名である。片山地獄には地熱を利用した鬼神戸地熱、発電所も存在する。 縁起年間の演技式神明庁によると、鬼神戸温泉に温泉神社があったことから開け湯はそれ以前と考えられる。鬼神戸の地名の由来は、坂の上の田村麻呂が801年の蝦夷征伐の折に討伐した大竹丸を残首した時に、大竹丸の首が飛んできた地であるとする説がある。大竹丸の体が埋められた地は、鬼死骸と呼ばれている。 かつては地獄地帯の高温泉を地元の人たちが調理に使っていたという。江戸時代には湯治場として栄え、江戸時代中期までは鳴子の地域で一番栄えた湯治場であったという。1959年10月1日、奥、鳴子、川旅温泉として、川旅温泉、中山平温泉とともに国民保養温泉地に指定。 2008年公開の若松浩二監督の実録連合赤軍あ間ま3層への童貞の主なロケ地に使われた。ありがとうございます。